今日の試合は日本がベルギーと対戦します。福西さん、世界には様々なスポーツイベントがありますが、中でもワールドカップはトップクラスですよね。はい、参加国や観客動員を見ても飛び抜けています。普段サッカーを見ていない方の目にも留まり、興味を引きますよね。他にはないイベントと言えるんじゃないですか。このエカテリンブルクアリーナはもともと自転車競技場で、スピードスケートの大会も開催されていました。ソ連時代からのデザインが残った伝統的なスタジアムですね。今大会のためにサッカー専用スタジアムへ改修されました。このチームのプレースタイルについて様々な意見があるようですが、守備が消極的すぎるとの声もあるようです。今日もそんな戦術になるのでしょうか。ラインを下げ、相手にボールをコントロールさせるイメージですね。逆に考えると、バイタル以外で好きにボールを持たせてゴールを守りきる自信があるという見方もできますよ。ベルギー代表のスタメンをご覧ください。攻撃的な 3-4-3 ですね。個々の選手の能力が重要です。スタジアムにはいよいよといった雰囲気が醸し出されています。それだけこの試合が注目されているんでしょう。香川真司、さあスタジアムのテンションが上がります。攻撃をアザールがマークをかわした。ボールへの寄せが非常に速い。アザール、カラスコ、カラスコからのいいクロス。ベルギーのスローイン、デブライネ、ここはインターセプト。しっかり予測していました。ベルギーがボールを運びます。ベルギーがコーナーキックを与えられます。デブライネのコーナー、打ってきた。まだボールは生きています。アザール、ケビン・デブライネに注目が集まりますね。今日はどんなプレーを期待されますか、福西さん。展開力のある素晴らしい選手ですね。積極的に攻撃へ絡んでほしいです。ここはクリアされました。ヘッドを使います。よく効いています。長谷部、柴崎岳、そのまま返します。ボールの動きが激しい。ルカクがスルーパスを出しました。奪ってカウンター、これは決めるしかない。ちょっと強すぎたか。試合開始から間もなく、早速最初のゴールが決まりました。序盤から仕掛けてきましたね。このまま勢いに乗って畳みかけたいのではないでしょうか。キックオフ、ベルギーが試合を有利に進めています。いい形でゴール前まで持ってきました。ヤニック・フェレイラ・カラスコ、アザール、カラスコへパ
タックルでボールがこぼれました。いいボールでしたが、ここはクリア。乾隆。香川真司。さあ、日本が攻撃します。エデン・アザール。ヤニック・フェレイラ・カラスコ。ではプレーを続けます。酒井宏樹。長谷部が行きます。ボールを運び、ゴールに襲いかかります。パスコースにはディフェンスがいます。酒井宏樹のファールです。トーマス・ムニエ。日本のスローイン。長友佑都。香川真司。大迫勇也。日本がゴールを狙います。カラスコ。デブライネ。酒井宏樹が読んでいました。パスをつないできましたが、ここで奪われました。デブライネ。ベルギーボールのフリーキックです。ケビン・デブライネ。アクセル・トマ・ビッツェル。危険な位置です。緊張感が増してきます。副審がオフサイドの判定。これは惜しかった。柴崎岳。原口元気。これは見事なインターセプト。さあ、スタジアムのテンションが上がります。クロスを低く狙った。ゴールです。見事に香川が決めました。日本にとっても大きなゴールですね。みんなこのシーンが見たかったんです。試合は同点となりました。ヤニック・フェレイラ・カラスコ。コンパニー。アザールがマークをかわした。ベルギーがボールを運びます。ニアポストに入れ、パンチングで止める。ディフェンスが冷静に処理します。これはカウンターのチャンスです。打った。クルトーのビッグセーブ。ここは日本がコーナーキックを得ました。これはあるか。カウンターを狙います。上がっていけるか。カウンターから仕留められるか。メルテンスがボールを運ぶ。カラスコ止めた。オフサイドの判定です。これは見事に奪いました。さあ、ベルギーが攻撃します。これはフリーキック。直接狙える位置、かなり危険な場所に見えます。キーパーの飛び出しが見事でした。ボールを抑えています。長友佑都。香川真司。乾隆。柴崎岳。酒井。いい形でゴール前まで持ってきました。絶好のチャンス。打った。ゴール。素晴らしいゴールを奪いました。いい時間にリードできましたね。ここからの試合展開に注目しましょう。これはもう今日は止められないといった感じでしょうか。キックオフから試合が始まりました。ベルギーはリードを許しています。
前半終了です。エカテリンブルクアリーナはハーフタイムを迎え、現在後半の開始を待っています。ボールを運びゴールに襲いかかります。こぼれます。先に反応するのはどっちだ。このクリアは小さい。圧力をかけられます。カウンターのチャンス、仕留められるか。原口元気、香川真司、相手の動きを見ながらパスをつないでいきます。危険な位置です。緊張感が増してきます。シュートは枠を外れます。ケビン・デブライネ、競り合いに強いですね。ボールをキープしています。さあスタジアムのテンションが上がります。ここはキーパーが簡単に抑えました。原口元気、大迫勇也、このパスは読んでいました。カラスコ、カラスコの前、走り込む味方にカラスコのスルーパス。柴崎岳、今日の試合ここのホットラインからことごとくチャンスを作っています。ドリス・メルテンス、ベルギーがボールを運びます。香川真司、長友佑都、ここはしっかりクリアされました。乾隆、シュート、ポストに当たった。トビー・アルデバイレルト、トーマス・ムニエ、強いですね。ボールを取られません。メルテンス、中にはカラスコ、香川真司、日本ボールのスローインになります。交代があるようですね。ベルギーがメンバーを変更します。コンパニー、マルン・フェライニー、ケビン・デブライニー、いいボールを入れてきましたがここはクリア。香川真司、絶妙なパスが出ました。スペース、うまいパス。ここはカルトワが格の違いを見せました。止められませんね。どうやったら点が入るんでしょうか。中央へのボールはクリアされました。いいボールが入りそう。いいクロスが中に入った。エデン・アザール、デブライネ、アザールがゴールに向かう。中の選手にクロスを入れた。ボールをクリアしたい。動きが激しい。トビー・アルデバイレルト、トーマス・ムニエ、さあベルギーが攻撃します。クロスがディフェンダーに当たりました。デブライネ、どうだ。このシュートは完全に枠を外れました。狙いは分かりますが
これでは入りませんね。ここで選手の交代です。より攻撃的に行くということでしょう。トーマス・ムニエ、いい形でゴール前まで持ってきました。いいタックルでしたがコーナーになりました。ボールを入れました。ゴールにつながるプレーとはなりません。どうなる、イエス、ゴールが決まった。まさに交代した直後のゴール、いきなり監督の采配が当たりました。これは嬉しいでしょうね。ここは狙いすまして決めました。素晴らしいコースでしたね。ボールのコントロールはさすがです。さあ揺さぶりをかけて、鮮やかな同点ゴールでした。叩き込まれた同点弾にスタジアムは沸いています。危険な位置です。緊張感が増してきます。トーマス・ムニエ、ニアにクロスが入って止めた、弾いた。サイドを切り裂いた。さあ次はどうする。いいクロスだ。大きくクリアできていません。これはコースが甘かったでしょうか。ミートしきれません。ボールを運びゴールに襲いかかります。なんとかして勝ち越したいところ。ここはコーナーキックのチャンスです。中に入れた。この攻撃は実を結びませんでしたね。ユーリ・ティーレマンス、90分間奪ってカウンター。これは決めるしかない。決着は延長戦に持ち越されます。キックオフです。最後まで戦い抜いてほしいですね。さあスタジアムのテンションが上がります。本田にチャンス。コースを塞ぎます。カウンターのチャンスです。ヤン・ベルトンゲン、ボールを取った。どこへ出すのでしょうか。長谷部が行きます。このスルーパスは長すぎたか。狙っていった。このシュートはさすがにボールをキーパーがキャッチします。酒井宏樹が読んでいました。さあ日本が攻撃します。ここは長し、原口元気、なんとかリードを奪おうとする気持ちは伝わってきますがシュートが入りません。主審がプレーを止めました。イエローカードが提示されます。先ほどのプレーでファールがあったようですね。トビー・アルデル・バイレルト、乾隆、ボールへの寄せが非常に速い。アザール、いいカットです。ボールを奪いました。アザールからのいいクロス、ここはよくスペースが見える。これは見事なパスカットです。いい形でゴール前まで持ってきました。大迫勇也、来た、ゴール決まった。至近距離から決めてきました。リードを奪いました。相手チームはショックを隠せません。このままの戦いを続けることができれば
いい結果につながると思いますが、気を張りすぎず気を抜かないことが大事ですね。キックオフから試合が始まりました。延長戦後半のキックオフ、試合も残すは15分です。大島亮太、原口元気、庄司源、いやーそれにしてもしっかりとパスをつないできますね。スルーパスが味方に通る。大島亮太決めましたね。これは大きなアピールとなるのではないでしょうか。こんな近くで持たれたらなすすべなしでしょう。しっかりと決めました。落ち着いていましたね。あのぐらいの距離だと逆に力んでしまう選手もいますが、冷静でしたね。エデン・アザール、コンパニー、酒井豪徳、日本がゴールを狙います。ベルギーのスローイン、飛びヴィンセント・コンパニー、ごめん、ルカクがスルーパスを出しました。原口元気、プレスがかかりました。酒井豪徳、危険な位置です。緊張感が増してきます。うまいパス、マークがいません。ここは原口の素晴らしいゴール。鮮やかですね。勝利を確実にする1点が決まりました。見事なゴールです。最後まで攻めの姿勢を崩しませんでしたね。試合も終盤に差し掛かりましたが、厳しい展開になっています。エデン・アザール、さあスタジアムのテンションが上がります。ルカクがゴールに向かう。ルカクにチャンス。アザールのオフサイドです。酒井、さあ日本が攻撃します。ボールチャンス、ナイスディフェンスです。ボールはバーのはるか上。長い長いゲームが奪って